こんにちは、おばらんです。今日はいつもとは種類の違う特別なレジンを使って立体的な夏らしいピアスを作ってみたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤バイオレットとブルー、ドライフラワー、そして動画の中で初めて使うパスコさんで購入した星の雫ソフトタイプのレジン液を使ってみたいと思います。このレジン液は硬化した後にこんな風に自由にこう形が変えられるようなソフトタイプになってます。日本の通販サイトで購入してみたものなので、今回動画で使ってどんな風に仕上がるか試してみたいと思います。そして今回使う型が前々回くらいの動画でも使ったモールドを今回も使いたいと思います。パーツクラブさんで購入した四角い枠が取れるモールドとなってます。
今日使う3種類の型が出来上がりました。この今回初めて使う星のしずくソフトタイプのこのレジン液は本当に柔らかくって、型から取る時もかなり柔らかかったんですけど、こんな風にすごく柔らかく曲げられます。すごいグミみたいな感じになってます。あんまり多分曲げすぎちゃうとちょっとこう傷んじゃったりすると思うので、ちょっとやりすぎ注意なんですけど、こんな風にかなり柔らかくなるので、ちょっとまた新しい使い方がいろいろできそうな気がします。で、普通のレジン液で固めたやつはいつものことながら全く曲がらないです。今回はこれを組み合わせていきたいと思います。で、今日使ったこのレジンは柔らかいので、ハサミやカッターなどでも切ることができます。なので今回はカッターでレジンを切ってみたいと思います。こんな風にすごく簡単に、そして綺麗に切れました。で、今回はこの一部分切れたこの四角いパーツの中に、別の四角のパーツをこんな風に鎖のように入れてあげます。そうすると簡単にこう立体感のあるようなアクセサリーになると思います。で、今回はレジン液を接着剤の代わりとしてここにつけて固めたいと思います。これでもうここがあっという間にくっつきました。このつなぎ目の部分、完成形がこんな風になるのであまり気になりません。なのでソフトレジンを使えば簡単にちょっとこう立体的な形のアクセサリーが作るので、とっても面白いと思いました。というわけで今回はこの星のしずくソフトタイプを使って鎖のようなチェーンタイプのピアスを作ってみました。この両サイドは普通のレジンで作って、この真ん中だけ柔らかいレジンで作りました。このモールドの一つの型しか使ってないんですけど、その一つの型を組み合わせることでちょっと立体的なアクセサリーを作ることができました。もちろんモールドの四角ではなくって楕円や丸を使って同じような形で作ってみると、もう少し柔らかい感じの仕上がりになると思います。今回は新しい形のアクセサリーを作ってみたかったので、少し挑戦をしてみました。今回この中身はドライフラワーやゴールドホイルを中に入れてみたんですけど、こういったビーズをこの中にただ入れるだけなんですけど、これだけでも可愛かったです。これだとちょっと紫が強かったので、色のついたレジンも紫がいいかなと思いました。これに透明なものを組み合わせて作っても可愛いかなと思って、ちょっと試作を作ってみました。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっと初めての試みだったので試作感は否めないんですが、参考にしていただけたら嬉しいです。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。またぜひ次回の動画も見てください。もしこのアクセサリーが少しでもいいなと思ってくださったら、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。